2月16日日曜日、時刻は午後6時を回りました。辛坊治郎サンデーキッス、サンドクルーの辛坊治郎です。薄田ジュリアです。加納恵美子です。運転中の皆さん、タイヤの空気圧は適正ですか？冬場はですね、空気が収縮しますから、もしかするとそれでなくても空気が抜けてる場合には、うん、タイヤの空気圧が下がっていると大変な事故になりますからね。タイヤの空気圧が下がっていると、うん、ある日突然バーストしますから、高速走行中にタイヤがパーンって破裂してですね、ハンドル取られてそのまま側壁に激突なんてことにもなりかねませんからね、うん、昔はね、タイヤの空気圧ってガソリンスタンドでガソリン入れるたびに大丈夫ですかって言って、ガソリンスタンドの兄ちゃんがですね、まあ、最近兄ちゃんと限らないけどね、最近あのガソリンスタンドでも女性の従業員も増えてくるらしいですけども、うん、それ以上にセルフが増えてるんですよ、うん、まあ、圧倒的にセルフが増えてるもんだから、昔はオイル交換とか、特にまあタイヤの空気圧なんてものはちょっと慣れてると、タイヤパーンとちょっと軽く蹴っただけでタイヤの空気圧って分かるんですよ、まあ、もちろん見たって分かるけどね、はい、昔はタイヤガソリン入れるたんびに、あのガソリンスタンドの従業員のベテラン従業員はもう車見た段階で、あ、これ空気圧下がってると思ったら、お客さん空気圧下がってますよって入れておきましょうねって言って、あ、そんなサービスも、適正空気圧に、もう基本的に、だから昔はそんなにバーストとかって、あのタイヤの性能はもう今圧倒的に上がってるはずなのに、最近結構ねタイヤのバースト事故増えてるんです。なんでかというと、セルフのガソリンスタンドが増えて、あの日常的に車のチェックしてもらえなくなったん で、タイヤの空気圧って、タイヤの空気って、まあ、自転車でもそうですけれども、はい、車でもそうなんですが、一定期間乗ってるとだんだん空気圧は落ちてくるね。空気圧が一定以下に落ちると、高速道路走ってるとタイヤが変形してそのままパーンとバーストすると、単なるパンクと違ってその瞬間に空気が全部抜けるから、ガッとハンドル取られて、あのコントロール不能になって、高速走行中だと側壁に激突するとか、あの真ん中にセンターラインのしっかりしてない分離帯のない高速道路だったら、対向車線に飛び込んで対向車にぶつかったりして命に関わる事故が最近結構多発してるのは、セルフのガソリンスタンドが増えちゃったんで、そういう日常的にプロの目を通さないんですよ。ということで、何を突然言い始めたかというと、はい、私今週タイヤがパンクをしましてですね。あら、事故にはならなかったですか？それが幸いなことに、今私が乗ってるタイヤ、はい、車はですね、はい、タイヤの空気が抜けても走れるっていう、そういうタイヤがあるんです今。パンクしないやつが、まあ、パンクするんだけども、はい、なんとかギリギリ走れるっていうタイヤだったんで大丈夫ですけども、私は数年前にバーストしたことがあるんですよ。今時、タイヤのバーストって1970年代から車乗ってますけどね、高速走っててバーストしたのは初めてですね。怖いですね、高速で。普段一人で乗ってる車だったの、国産車で。で、今ね、高級車とか外車とかって、タイヤの空気圧が下がると、インジケーターってこのドライビングのパネルのところに、メーターパネルのところに、タイヤの空気圧が下がりましたとか、異常ですよとかっていうのアラームが出るんで、それで気がつくんですけど、そういうのがない車だったんですよ。今から4年、5年ぐらい前かな、乗ってた車。国産のそこそこ悪い車じゃないんですよ、いい車なのに。で、一人で乗ってる時はどうってことなかったのね。で、ある時に家族全員乗せることになって、だから普段より体重が、普段だったら例えば70キロ1人がですね、7、300キロ以上か乗って負荷がかかって、で高速道路を走っていたら、左の後ろのパンタイヤが、まあね、割れた瞬間っていうか、バーストした瞬間にハンドルガーッと取られて、時速100キロで走ってますから、これはやばいっていうんで、もうなんとかコントロールして寄せたところが、ちょうど高速の出口でわーっと広くなってるところだから、そのまま端に寄せて JAF 呼んだんですけど、 JAF 呼んで、で JAF 呼ぶ前に自分でタイヤなんとかしなきゃいけないって言って、今だいたいスペアタイヤないんだよ。昔の車ってスペアタイヤって必ず乗ってたもんですけども、最近の車って軽量化するということが一つの目的と、そもそもタイヤ交換なんかみんなしねえだろうっていうのと、タイヤも昔ほどパンクしなくなったよねっていうことがあって、スペアタイヤ乗せてる車がどんどん少なくなってて、その代わりにパンク補修キットっていうのを乗せてる車があって、あれが乗ってた車がそうだったんです、はい、パンク補修キットっていうのはどういうものかというと、ゴムの白いなんか液体みたいなやつを空気入れのところから中に注入するのね、あの空気と一緒に、で空気と一緒に注入してタイヤを内側からコーティングして、とりあえず穴塞ぐっていう、でそれは空気入れ兼ねてるから、空気入れてタイヤ膨らまして穴も内側から塞いで、しばらくまあちゃんと直すまでそれで乗ってねっていう、パンク補修キットっていうのがついてる車がだったんですけど、これでやってみたんですよ、はい、それでもう夜に高速道路でパンクしたやつをこうマニュアル引っ張り出して、でそれ空気入れつないでやってみたら、
息子積んでたの乗せてたら、うん、はい、父ちゃんなんか道路白い液体が流れてるって言うから、うん、ふっと見たらそのパンクバーストだと思わなかったの。最初はパンクだと思ったから、うん、はい、パンクならそれで穴が埋まったんだけど、うん、内側の見えないところでもう完全にタイヤが一周切れてるわけで、だからそんなもんじゃ埋まらなくて、そっからその中に入れた白いゴムの液が外へダーッと流れ出してきた、あ、これダメだって言うんで、うん、あのジャフにお願いをしてですね、来てもらったんですけども、もうそれがね、だから今から5年ぐらい前なんですよ、うん、で、ああやっぱりタイヤの空気圧目なんか見とかなきゃいけないなと思ってたのに、うん、またやっちまいました。あら、タイヤが空気圧下がってるのに気がついてなかったんだと思いますね、うん、タイヤ2ついっちゃったんですよ。2つとも、まあ事実上1個半ぐらいですけどね、だからタイヤ2つ変えなくていけなくなって、うん、あら、だけどこれもしかしたら、うん、だけどこのタイミングで買って1年の新車でタイヤ2ついくかなっていうのがあって、タイヤの水なんか全然残ってるし、うん、これはもしかすると狙われたかな、そんなありますからね。でもありますよ、慎吾さん。怖い怖い。これはだけどね、うん、あれうちのタイヤだからね、死なずに済んでますけど、うん、あれそうじゃなかって、運転高速走行中にタイヤぶっ飛んでたら、うん、下手したら死んでた可能性もあるからね、うん、タイヤこのタイミングで買って1年の車でタイヤ2ついっちゃうかな、単にこう空気圧チェックしてなかっただけなのかなと思うとね。でも2つってそうですよね。そうですよ、はい、やっぱり何かね、ちょっと不気味。そうなんですよ、ドライバードライビング中の皆さん、タイヤの空気圧は適正ですか、調べた方がいいですよ、とりあえずってなこと言いながら始めましょうか。はい、はい、それでは参りましょう。辛坊治郎サンデーキッス、この番組は日曜の宵の口キッス FM 神戸から辛坊さんと私たち2人が素敵な音楽やゲストとともにお届けする情報サプリメント番組です。明日からの1週間に必要なニュース解説、トレンド、エンタメ情報をたっぷりチャージ、この後午後8時までお付き合いください。リクエストはベトナムからいただきました。キスネーム、ハイフォンのダイソンさんからいただきました。ちょっと待ってよ。伏せ。ちょっと待ってよ。はい。え、これ伏せあきら？そうです。また昭和歌謡みたいな。なんかこの、キス先生も神戸の雰囲気とだいぶ違わねえか。確かに、サンデーキスって感じしない。いいですけどね。伏せあきらさんですか。伏せあきらさんの奥さんは、あれですね、オリベー8世だよね、確かね。え、あれあれ、あ、ロミオとジュリエットのジュリエット役だった有名な女優さんだよね。あれ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 、ね、そうなんですね。ね、はい、布施明さんで恋でした、こんなに演歌っぽい歌歌ってたんだ。この後は辛坊さんのニュース解説です。メッセージ紹介してないですけどいいですか。うん、まあまあいいです。いいです。ジローズニュースピックアップ、このコーナーでは辛坊さんや私たちが気になったニュースをピックアップ、独自の視点でニュースの本質を分かりやすく解説していきます。ほえほえ、さあ、ほえほえ、お二人は今週どんなニュースが気になりましたか。あの私、はい、気になったことがあって、気になったというかびっくりしたんですけど、うん、いやびっくりだねまだ言ってません。そうですか。はい、あの辛坊さん、ジブチに行った時にはい、はい、あのアッサルコに行く時にバッタの大群がいたって言ってたじゃないですか。あ、いたいた。はい、あのバッタが今アフリカで大量発生してるっていうのがニュースになってて、あのネットにも出てたし新聞にも出てて、ニュースになるぐらい大量に今発生してるんだと思って。そうそう、だから YouTube の辛坊のためのチャンネルの中で、はい、だから車のフロントガラスにバッタがバッタバッタ当たる部分を上げてますから見ていただくと、はい、それがね、あんまりその映像では多分スマホのカメラで撮ったやつだからそんなに綺麗に見えてないかもしれないですけど、はい、実際に走ってたらすごいよ。砂漠走ってたらそのバッタのタイミングがと、あ、ツイッターか、 YouTube 辛坊の旅じゃなくて辛坊の旅 N っていうツイッターアカウントの方に動画上げてますから、まあフロントガラスにバッタがバッタバッタ本当に当たるんですけど、うん、ただね、数年前、2年ぐらい前かな、ベストセラーでね、バッタを倒しにアフリカへっていう本だと思いますけど、これがベストセラーになって、うん、兄弟じゃなかったかな、兄弟なんかどっかの筑波かな、あの大学の先生っていうか研究員っていうか、まあ国から補助金もらってアフリカ行ってバッタの生態の研究やってる人の本が新書でベストセラーになってて、この本すっごい面白いよ。へ、これちょっとね、バッタを倒しにアフリカへって本だと思いますけど、今ちょっとネットで調べてもらうとね、
なんかね、名前にね、アフリカのその、部族の長からもらった名前をミドルネームに入れてる日本人の研究家の方が書いてる本なんですけど、うん、これがめちゃめちゃ面白い本ですけどね、うん、まあアフリカのやっぱり飢餓の一つの原因になってるのはバッタって、まあ、あの緑のものを食べ尽くして飛んでくるんですよ。ね、この人なんていう人だっけな、あ、前のウルド・コウタロウさんっていう人ですけどね、この本はよくできてる本です。2017年5月か、でもう3年も前の本ですけどね、これは読むべき本です、はい。で、アフリカの飢餓の原因の一つは、あのこのバッタが大量発生すると、うん、もう農作物から何からもう 一撃で全部、あの日本でも昔、イナゴの大発生とか、まあ、東アジアでもよくあったんだけど、アフリカは今これがもう食糧難の大きな原因になってて、うん、なんとかしなきゃいけないっていうんです。あのコウタロウさんという人がですね、アフリカに行って、バッタの生態研究をやってるっていう、そういう話がありましたけど、はい、なんか昆虫食で対抗できるかみたいな書いてたんですけど、そうですね。でそれを我がツイッターに上げたところ、辛抱の旅へのツイッターに上げたところ、ざーっと皆さん書き込みしてくれるじゃないですか、はい、その中で、はい、あの日本では昔イナゴ食べてたんで、うん、ね、佃煮にして食べようとか今も食べてるとこあるじゃん、長野県とかの。ありますね。で虫はだから蜂の子とか結構長野のほうが食べます ね、それでなくてもあの韓国、日本でも昔食べてたと思うんですけど、うん、今も最近はさすがに見なくなりましたけど、うん、今から20年ぐらい前に韓国行くとトンデモンとかナンデモンとか一部あるじゃないですか、うん、あそこでね、カイコって眉から一キート取りますよね、はい、要するにガの幼虫じゃないですか、うん、ガの幼虫がこういろいろものを食べてだんだん大きくなっていって、で眉を作るよね、うん、で眉をどうやって糸取るかっていうと、あれ熱湯にお湯に入れて煮るんだよね。お湯に入れて煮て、そこからこう糸を引き上げていくと、うん、それ確かに俺も映像は見たことないんだけど、当然容易に想像がつくのは、眉の周りの糸をザーッと抜いていくと、うん、中に湯だった幼虫が残るよね、さなぎが、はい、さなぎが、はい、これをね、確かね、甘辛く煮て普通に食う文化は東アジアにはあって、だから今から20年ぐらい前に何デモンとかトンデモンの市場に、確か前、もっと前か30年ぐらい前かな、アナウンス部の部旅行で行ったんだよ、韓国に。でアナウンス部の部旅行で韓国行った時に、それでトンデモンかランデモンの市場のところで、プラコップみたいなところにその蚕の繭を引いた後のさなぎみたいなやつを煮て、うんうん、このカップの中に入れて爪楊枝でこうぶっ刺しながら歩きながら食うもんで売ってたんですよスナックみたいな感じだけど、俺ダメなんだよ昆虫食。この間ほら昆虫食の人来たじゃないですか、 あ、ね、はい、あの時実は俺食べてないんだよ二人はすごい昆虫食、ああカレーに入れないとかしてましたね。リリアちゃん好きだからさ、バコバコ食ってたんだけど俺は食ってるふりだけして来なかったんだけどさ実はあの時に、うん、だけどそのね、韓国の市場でそれ出た時にアナウンス部の部旅行で、それで うまいっすよ先輩って食べたのがユキトヒロ君。さすが、なんか想像できるな。うまいっすよこれって言いながら食べたらアナウンス部で、確かに今読売テレビのアナウンス部ってやってる萩原君ってのがいいんだけど、はい、俺の記憶では萩原君とユキはね、うまいっすよ先輩って言いながら食ってて、俺と道浦は食わなかったと思うんだよね。なんかわかりますね、その線引き。わかるわかる、なんかわかりますすごいなんか一本線が引かれる感じ。かつぶしみたいっすよこれって言いながら食ってて味は確かにその佃煮だったらそういうタレとかの味なんでしょうね。そんな虫の味はしなさそう、食感だけ、カツブシみたいな味なんじゃないの、うん、で昆虫食で言うと、今も世界的に食糧難を防ぐにはっていうか、救うには昆虫しかないだろうっていうのはもう全世界のある食糧学者の共通する見解で、うんうん、まあ、あの小泉進次郎環境大臣がどっかの会議に行って牛肉食って怒られたじゃないですか、はい、確かに肉作るためにはものすごくたくさんの餌とものすごくたくさんの水とエネルギーが必要なんで、うん、もう今肉食うこと自体が環境に悪いっていうのが世界の常識になってるんだけど、うん、あと昆虫は、うん、昆虫ってその、 あのエネルギー効率っていうか、もう餌から生まれるタンパク質の量がもう肉とは比べ物にならないぐらい良質のタンパク質が、うん、まあ、原材料少なくてっていうので、世界の食糧難を助けるにはやっぱ昆虫をみんなで食った方がいいだろうっていうんで、北欧とかアメリカあたりでは昆虫をファームで工場で大量に培養して、それから作るハンバーガーとかね、中国あたりでも最近結構流行ってるよね、昆虫食。だから昆虫の形が嫌だっていう、だから昆虫一遍パウダーにしちゃって、うんうん、そっからハンバーグとかに加工するともう分かんないから、確かに味的にも味なんかどうにでもつけられるもんだからっていうんで、うん、でこれだと
あの水もそんなになくていいし、もともとの餌もそんなになくていいし、効率がすごくよくタンパク質ができるんで、タンパク質確保するためにはもう昆虫しかないだろうっていうのが常識なんで、あのまあ発想逆手にとって、そうやってバッタが大量発生してるんだったらと捕まえてきて、日本の技術を使って佃煮にしてみんなで食おうっていうのは一つはありだと思う。まあ姿形をすべてこう分からないようにしてしまえば、人工肉として食べられるかもしれないですね。姿形するまんまでもね、だから慣れだからね、人間が食うか食わないかなんて、よく考えてみたら、ナマコだってさ、あれはうまいと思って、これは食い物だと思って食うからうまいんでさ、最初に食った人は結構勇気があるな。エビだってそうだと思うよ、ね。確かに気持ち悪いですね。エビだとかシャコだとか、エビだとかシャコだとか最初に食った人間は相当勇気がいると思うよ、あれ。そうですね。そう考えたら別に昆虫ぐらいどうってことないんじゃないの。確かに東南アジアだったら普通に道端で売ってるもんね、いろんな種類の昆虫。でもそういう辛抱さ食べないんですよ言っときながらね。ものすごくそういう意味では保守的ですからね。もうあの伝統的な食い物しか食わないですね。でももうすぐなんか昆虫のプロテインとかすぐ出てきそうですね。貴重なタンパク源だもんね。そうだから北欧あたりでいわゆる環境問題に敏感な人たちは今でももう、もうすごい率先して昆虫食ってるよね。で俺もそんなにまでして行きたくねえわ。いいわ俺別に環境大臣なんかなりたくねえし環境大臣になって肉も食えないんじゃな。大きなお世話だからほっといてくれて食の楽しみ。肉毎日食べると良くないってことですよね。牛ってなんかおならが結構環境に良くない。そんなこと言ったらおならじゃなくて月風が温暖化の、月風もそうか、そうだから、はい、オーストラリアニュージーランドの羊とか牛の月風で温暖化進んでるって話があるくらいだけど、もうそんなこと言い出したらきりねえからな。きりじゃん、もう食いたいの食って死のうよ。食べる喜びもね必要ですからね。必要ですよね。はあ、そういうことですね。となるとやっぱりね、新型コロナの話をせざるを得ないんですけども、はい、それ以外気になったニュースはどうぞ。新型コロナ以外で気になったニュース、まあ秋元さん出てきたなっていうこともそうだし、秋元さん、秋元司容疑者ですか、IR か、容疑者、IR ね、はいはい、出てきましたね。今週結構お釈迦されたなっていうのと、あと野村さんが亡くなったこと、野村さんね、そうですね、サッチは先に3年前に死んでるからな。今だから2年前、2017年の12月かなんかに奥様亡くなられて、それから2年ちょっとで後を追うように、やっぱりね、男ってね、奥さん死んじゃうと弱いよね。なんか体調管理とかできないし、身の回りの世話とかできないからね。だから大体あの年いったご夫妻の場合に、夫が先死んだら奥さんすっごい長生きになるらしいよ。奥さん先に死ぬと夫はあっという間に死ぬらしいね。確かにそのパターン多いですよね。そうなんですよ。だからまああの世代によるけれどもね、ご高齢の男性でなんか自分の身の回りはとにかく奥さん死んじゃうと、もう生きていけないっていう人は結構いるよね。野村さんがそうだったかどうかは知りませんけれども、ただまあね、だって打率も打点もホームラン王、ホームラン数も野村さんってさ、王貞治の次ぐらいだからね、王貞治がいなければ、そんないなければなんて仮定は失礼だからしないけど、だけどいなければ日本で一番たくさんホームランを打った人だからね。偉大な方ですよね。選手時代を知らないんですけど、監督になってからがなんかすごい。監督ですか。そうですね。阪神の時には3年連続最下位だったからな。その前のヤクルトの時もっちゃよかったんだけどね。だけどまあ、野村さんの3年連続最下位があったから、その後のね、優勝もあったんじゃないのって言われてますから。まあ、人生いろいろですね。で、生涯の勝ち数と負け数の差が確かに2試合ぐらいしかないんだけど、だから勝ち数と負け数とほぼイコールなんですよ。だけど阪神の監督とその後の楽天の監督を引き受けてなきゃ、もう圧倒的に勝ち数の方が多かったはずなのに、かわいそうなことになっちゃったなっていう気はしますけどね。他にはあの映画のパラサイト、アカデミー賞、そうそうそう、パラサイト、英語以外でパラサイトだけね、実はアカデミー賞の発表前に見てなかったんですよ。だいたいアカデミー賞今回取ったのは各賞、まあ、だいたい私年間に100本ぐらい自分で金払って見に行ってますからね。試写会であんまり映画見るの好きじゃないのとタイミング合わないんで、まあ、週末土日月土日ぐらいで2本ぐらい近所のシネコンで見るんですけど、パラサイトだけ見てなかったんですよ。なんで見てなかったかというとですね、私大体土日映画見に行くのはかみさんと見に行くんですけど、かみさんに「今日パラサイトでも行く？」って「あ、パラサイトも友達と行って見ちゃった」って話で、ね、じゃあまあ別のにしようかっていういきさつで見てなかったんです。
ところがあの土曜日の朝のウェイクアッププラスで、うんうん、前日の打ち合わせでパラサイト、まあ、もうちょっと前から知ってたんだけどね、うんうん、パラサイトやりますって話になった時に、下さん見てますかって言うから見てませんって言って、うん、じゃ あ, あの DVD を映画会社に売って取り寄せて、じゃあ金曜日の夜でも見ますかって、じゃあ見せてって開けるわって他の用事を全部整理して金曜日の夜開けて、はい、まあ、なんつったってほらバレンタインの夜だから何を期待して、めっちゃ忙しくて何がしない、これを全部こう押しのけて、はい、まあしょうがないからもうパラサイトの DVD もでも見ようかと思ってスタンバってたら、うん、担当者が、志麻さん、あのね、パラサイトって一切貸し出ししないそうです、何なんだよそれって、だから、うん、もう映画会社も強気なんだろうね、うん、でもともと洋画っていうか日本画じゃなくて外国からの配給映画って、うん、DVD の貸し出しってやってるケースがまあ珍しいっていうか少ないっていうか、著作権管理が厳しいっていうところもあって、うん、結局それ見せてくんないって話になって、うん、でも必ずしも見てる必要はないなと思って、事前の情報で別所哲也さんがスタジオでゲストで、別所さんはまあ映画のプロだから当然見てるし、はい、で諸国さんっていう私の横にいる女性のキャスターを見てるっていう情報があったんで、うん、まあ、俺見てなくてもやっていけるかと思ったんだけど、はい、そういう理由でバレンタインの夜がすっぽり開いちゃったのね、はい、んで開いちゃったからしょうがねえなと思って、あのどっか開いてんのかなって、まあ、土曜日の朝早いから、うん、あんまり夜遅いの嫌なんだけど、うん、どっかないかと思って調べたら、梅田の東宝シネマズ梅田が8時半から、うんうん、梅田のステーションシネマが9時からレイトショーなんです、うんうん、ね、で9時からのステーションシネマのレイトショーはかなり席が空いてたんだけど、はい、8時半の東宝シネマの、レイトショーはほぼ9割方座席が埋まってって、もう珍しいですよ、レイトショーでこう事前にサイトで見た時にだいたい20丸ついてるで、空きいっぱいありますっていうのが多いんだけど、はい、東宝シネマズの8時半の金曜日の回って三角なの、もう残席だから、うん、だからとにかく、まあ、これ見に行こうと思って、うん、これ時間がね130何分の映画だから、はい、で映画行くと前に10分ぐらい CM ついてるじゃないですか、はい、それ合わせると2時間半だなと、だから8時半から始まるんで、11時9時からの回だと11時半、うん、そこからホテルに帰って何時間寝られてみたいなことを考えた時に、うん、とりあえず東宝シネマズ行こうと思って東宝シネマズ行って、もし入れなかったらステーションシネマ行って9時からの回見ようと思って行ったら、うん、東宝シネマで多分ねちょっとキャンセル出たんじゃなくて、すごくいい場所のところが4席余ってて、そう空いてたから、はい、これだって言ってそこの割といい場所で見られましたけど、どうでした、見ました？見ました。私まだ見てないんですよ。いつ見ました？いつ見ました？私も金曜日に見ました。どこで？どっちで？私ステーションシネマで見ました。9時からのレイトショー。いや、もっと早いです。あの、夕方見ました。あ、そっか。金曜日は、うん、お休みなので。そうだな。はい。だって見てない人いるのにさ、はい、これだからね、ここでね、はい、浜村淳さんみたいにストーリーを解説することは可能なんだけど、はい、ここで浜村淳さんみたいに解説したら、うん、映画会社絶対怒られる、そうですね、そうです、DVD の貸し出しもしてくれないのにさ、これから伸びるところですもんね、賞、ね、受賞して、でも見た印象で言うとね、はい、多分日本で同じ映画を作ったら全く違う結末にするだろうなとは思ったね、これも初めから世界公開で世界を相手に商売するっていうのが鮮明に見える、よくできた映画だよね、へえ、国内相手と世界相手で結末変わってくるもんですか、いや国内相手じゃなくて日本のテイストだとああいうエンドにはならない、多分もうちょっとぬるいぬるいっていうか、ぬるいってはいろんな意味があるんだけど、優しいと言うべきか、ぬるいと言うべきか、そういうことですね、穏やかなと言うべきか、うん、あるいは心理描写のまんま最後までいっちゃうとかっていう、うん、そういう展開じゃないんですよ、もうエンターテインメントだから、うんうん、エンターテインメントもだから心理描写だけの家族劇みたいなもので、多分日本で映画を作るとそういうトーンで最後まで行く、うんうん、そうするとすごくよくできたいい映画だねっていうんで、うん、カンヌ映画祭で賞を取れたりなんかするんだけど、うん、やっぱハリウッドで賞が取れるかっていうと、多分日本映画って、まあ、古くは黒澤明の七人の侍とかあのくらいまで行けば結構、あの今もし黒澤が生きてて、今もし黒澤の前世紀の水準の映画作って、うん、今のアカデミー賞だったら日本に賞をくれるかもしれないと思うね、うん、でその頃は英語圏以外の映画で外国語映画賞以外の作品に、あのハリウッド のオスカーの 本賞っていうか作品賞の本体を与えるっていうことが多分慣例的にっていうか伝統的にっていうか歴史的になかった、まあ、そういう意味ではこのタイミングで韓国映画っていうのはあのいい巡り合わせの上に、うん、もう相当積極的なロビー活動もやってロビー活動もあれ入るんですか、
いや今だってアカデミー会員って8000人超えてるんだよね。そのアカデミー会員の8000人の投票で決まるんですよ。そうするとその8000人に誰に投票してもらうかに関しては、それも各映画会社アカデミー賞を取るか取らないかはその後の興行成績が全く違うから、本気で やるよみんな、みんな本気でやる。だから作品自体がもう戦えない作品だと話にならないんだけど、うん、ある程度戦える作品の場合は、うん、もうその8000人のアカデミー会員に向けてどうプロモーションしていくかっていう、そこも一つ大きなロビー活動でいうと、でも韓国映画のが受賞するっていうのはだいぶじゃあ激震走った感じですよね。そんな今まで英語圏の映画ばかりが受賞してる中で、今回はだから相当大手の配給会社が本気で押したみたいな。あ、はい、相当な、もうもちろんあのアメリカでロビー活動やると思うと金もかかるからね、うん、それは悪いことじゃなくてどこもやってるから、みんなやってるわけだから、うん、だからあのその成果も含めて、韓国は今回本気だったっていうことでしょう、うん、でもともと韓国ってカラーもそうだし、その頃の韓流ブームの一番フロントラインが走ってた冬のソナタもそうだけれども、うん、あの頃から韓国って国を挙げて国内のマーケット、日本の半分以下ぐらいしか人口がいないということは、国内マーケットだけでは商売にならない、うんうん、日本は1億3000万人人口があるんで、ある程度日本国内向けのマーケットで日本向けの映画作って日本向けの音楽でそれなりに商売になるんだけど、うん、韓国はもう人口が半分以下だから国内のマーケットだけだとそんなにでっかい金使った映画とか作れないし、うんうん、音楽も作れないっていうんで、もう今から20年ぐらい前から本気で海外で勝負するということで、国を挙げて音楽も映画もテレビドラマも育ててきてるので、その延長線上に今回賞があったっていう、国策の上だよね。だからマーケットが小さかったがゆえの国策っていうことがあるし、だそういう意味じゃ作品も世界で戦える作品に仕上げて、おそらく日本みたいな、まあ悪い言い方をすると内向きの映画産業の中で日本国内で素晴らしい作品だねっていうのは、まあさっき言ったようにカンヌとかカナダだとかっていうところの小さな映画祭で素晴らしい作品だねって評価されることはあっても、アカデミー賞でアメリカで本賞を取るというところにはなかなかいかないっていう、金のかけ方もそうだし映画の作りもそうだし、今回のパラサイトはハリウッドでも十分戦えるまあ、クオリティに仕上げて、なおかつストーリーの展開も、うんうん、日本映画みたいに内向きじゃなくて最後ドッカーンっていうストーリー展開に持ってくっていう、まあ、あのだからここまで本気でやらないとなかなかオスカー取れないよねっていうことと、うん、で、オスカーって割と世論全体に誘導されるところが常にあって、かなり政治的なところもあるね、うん、で政治的なところもあるのは、一時オスカーで賞を取るのがみんな白人に偏ってたとか、うん、男性に偏ってたとかっていうのでわーっと批判されると、うん、翌年から急に黒人が賞を取ったり女性がっていうのが何回もこうある。だから最近トランプ大統領が白人で内向きでっていうところで、まあ、割とハリウッドって伝統的に左派リベラルっていうところが中心の思想だから、まあそうトランプ政権が今そんな中でやっぱり白人系でない英語圏でない非英語圏のところの作品に賞っていうのも一つ大きなトレンドとしてあったって、いろんなことがプラスに働いて今回は韓国の作品にアカデミーっていうことになったんだと思います。まあ作品自体はだからそれで賞を取れるだけの力がある作品だったということは間違いないですけど、そうだな、でも俺の個人のテイストで言うとね、今年いろいろ見た中でパラサイトはもうよくできてるんですよ、それは素晴らしいですよ。だけど従来のパターンで言うとジョーカーが取るかなっていう感じしてたけどな。でジョーカーもだけど好き嫌いははっきりしてるね、うん、ちょっと怖かったかな。むっちゃ好きなんだけど、むっちゃ好きなんだけど、うん、うちの息子をバカ息子1と称しうちの長男がいるわけですよ、はい、この長男も映画好きだし、はい、あの俺と一緒で遊園地とかテーマパークとかむっちゃ好きなんだけど、うん、彼はジョーカー全くダメだった。どこが面白いか分からへんわ言いながら帰ってきて、いやー面白かったと思うけどな。だからあれが分かる人と分からない人、分かる分からないはいい悪いじゃなくて、それが好きか嫌いかってだけの話だから、だからうちの長男みたいなタイプはああいう映画ダメなんだろうね。俺はドンピシャでハマったからね、あの暗いトーンが好きなんですよ。だからあのかつて言うとね、バットマンの最新作のその前のシリーズ3部作ってなかった、ダークナイト、はい、バットマンあれなんだライジングかな、なんか 3部作があるんですよ、うん、
これが好きなんだよね。うん、昔のバットマンとまたテイストが全く違う、この新しい新作バットマンの3部作って、もう新作だってもう何年も前だけどね、うん、まあ、今回のジョーカーはまたそれとも違うんだけども、でもあの全体のものすごい暗いトーンが、あれはハマる人はハマるよね。ユミコちゃんどうだった？私はその辛坊さんの息子さん派ですね。ちょっとわからない。いや、わかるけれども私一番じゃないかなっていう感じですね、うん、ちょっと暗いくすぎた。それで若い時に見てわかんなくても、うん、だんだん見てるうちにハマった映画ってあって、うん、ロバート・デ・ニーロの出世作になったタクシードライバーっていう映画があるんですよ、うん、これも最初に見た時に、はい、なんだかさっぱりわかんなかったから、うん、で今と違うのは当時は映画入れ替え制じゃなかったので、名画座っていう割と安くで半年遅れぐらいに、風切りロードショーやって半年ぐらい遅れぐらいに回ってきて、値段がすごく安い映画館が結構街中にたくさんあったのね。今はもうビデオがこんだけ普及しちゃうと、もうそういう需要もないからなくなっちゃったんだけど、うん、その名画座でタクシードライバーってロバート・デ・ニーロの映画がかかった時に、入れ替え制じゃないから1日いて3回でも4回でも見られるのね、うん、で1回見てなんとかさっぱり分かんなかったから、うん、3回見てうーんなるほどねって感じで、それから20年ぐらい経ってもう一遍 DVD いや VHS のビデオが出始めた時にレンタルビデオ行って買ってきて、借りてきて、あ、ようやく分かったっていう、分かるまでに20年ぐらいかかる映画もあるから、もしかするとジョーカーを今の若い人が見ても分かんないけれども、もう20年ぐらい見たら違う感じ方ができるのかもしれないなっていう感じ、うん、それで言うと今回のパラサイトは誰が見ても多分同じだと思う、はい、ストレートに分かる、ストレートに分かるね、ちょっと面白さもあったりして、うん、あのね半地下っていうのって知らなかったんですよ、ああいう文化が韓国にあったっていうの。今もうなんか日本のテレビ局って半地下ばっかり取材行ってるよね、とりあえず各局。あ、そうですか。リアル半地下、リアル、あ、韓国に行って、うん、で、うん、半地下もそうだし、うん、今回では半地下じゃなくて本当の地下も出てくるんですよ、映画の中にね、うん、でこれはもう韓国独特の文化で、北朝鮮と戦争状態だから、うん、ね、トランプ大統領が、朝鮮戦争は終戦してないのか、知らなかったって言ったぐらいで、一応まだ朝鮮戦争は国際法上は終結してませんから、うんうん、でいつ北朝鮮が攻めてくるかも分かんないし、ミサイル発射してくるかも分からないっていうんで、防空壕を作る、各家にも防空壕を作るし、半地下作るし、何かあった時にはそこに避難しようっていう、うん、ミサイル降ってきた時でも地下だったらまあ安全だろうって。アメリカの家も結構地下室あるんですよ。ああ、ありますね。冷戦時代ですか、ソ連との。アメリカの地下室はね、冷戦じゃなくて、アメリカの地下室がある最大の理由は、そうです、ハリケーンっていうかね、竜巻ですね。あ、はい、竜巻で、竜巻発生するから、うん、アメリカの一戸建ての家ってだいたい地下室あるんですよ。で、竜巻が来た時に家の上物は全部ぶっ飛んでも地下室はまあ生き残るっていうんで、うん、アメリカの一戸建ての家でちょっと小町な家は全部地下室あります。あ、そうなんですか、はい、で韓国の家はそれとは別で、うん、あの38度線を越えて北朝鮮がなだれ込んできた時に、うん、とりあえず避難できるところっていうんで、防空壕代わりにみんな半地下作ってて、半地下作ってたんだけども、まあ、あの一応そこで単独で生活できるようにトイレがあったり、うん、最低限のインフラは整ってるから、うん、じゃあそこをもう余ってるんだったら、使ってないんだったら貸しましょうかっていうんで、まあ、比較的安い家賃で半地下に住んでる人が実際に山ほどいるっていう、日本はまあそういう需要がなかったから半地下って平和なんですかね、地下がないっていう意味で言うと。日本でもね、一時流行ったことがありました。やっぱり東西冷戦の激しかったところに、末期でもしかしたら核戦争が始まるからってシェルター結構売られてたりとか、それから建築基準法上、これは今でもそうなんですけど、建蔽率と容積率っていう、同じ例えば100平方メートルの土地にどのくらいの建物が建ちますかっていう、床面積が建蔽率50ということになると、100平方メートルのうちに下の1階部分の基礎が50平米までしかダメですよと、で容積率が100ということになったら、かける2で1階2階で50平米が1階、50平米2階で1階2階合わせて床面積が100、これが50の100、建蔽率50、容積率100っていうと、100平方メートルの土地に床面積は1、2階合わせて100平方メートル、うん、1階だけだと50平方メートルの家まで建ちますなんだけど、地下はこれ除外だから、地下1階分、あの50平方メートル増やしても多分これ基本的には参入されないんで、あの地下は実は作るのにむっちゃ金かかるから、作ってる人は少ないけれども、ただあの狭い土地にちょっと広い床面積のものを作ろうと思った時に、うん、あの地下室って結構いい選択ではあるんだけどね、日本ではちょっと作るのに金かかるし、そこまでシェルター考えなきゃいけないほど
あの韓国みたいに戦争がすぐそこに迫ってるっていう意識もないしっていうところはあるし、アメリカみたいにそんなにしょっちゅうしょっちゅう竜巻来るわけでもねえしなっていう。私あの万博の取材でロシアに行った時に、うん、これカメラ回すなって言われたんですけど、うん、地下鉄それぞれの地下鉄の駅にすんごい分厚い壁があるんですよ、うん、なんかあった時にこう全員をかくまってガシャンって締められるような幅などれぐらい何十センチかの韓国の地下鉄も入り口のところにある。韓国もあるんですか。あるある。韓国の地下鉄の入り口にはシャッターがある。すごい深いところに掘ってあるし、それで言ったら日本でもこれは都市伝説に近いけれども、はい、国会議事堂のあるところの永田町っていう地下鉄の駅があるんですが、はい、ここは深いよ。何線で銀座線あなんだろう永田町な。何線とにかくなんか、ね、塩田線むっちゃ深いよ、うん、むっちゃ深い。永田町ってね池でも池でもね地上出てこねえじゃんっていう、これって地下国会議員用の地下シェルターじゃないのって出てこずに言われたことがある、ね、政治の中枢にいる人たちはそこに逃げられるっていうこと、実際にアメリカでもねこれは地下のトンネル通ったことがあるんですけど、うん、キャピタルヒルズっていう国会議事堂じゃなくて国会議事堂かアメリカの国会議事堂があるんですね、うん、そこからホワイトハウスじゃなくてなんか地下通ってるよね、地下に地下に通路があるよね、よくあの逃げられるようになって政府の建物の間かな、なんか電車も通ってた通ってないなんかなんかそんなの地下に大きなトンネルあるよ。へえ面白い、はい、そういうので何の話だっけ、パラサイトからどんどん話が広がっていって地下生活の話。いやそうじゃなくて今日はコロナウイルスでしょやっぱり。あのニュース後半戦でたっぷりと語っていただきましょうかね。じゃあそうしましょう。じゃあ前半は他の話でつなぎましょうか。あと何分ぐらいあるのかな。あともう1分切ってますので締めましょうかね。はい、春坊さんのニュース解説前半はここまでとなります。ここまでかい。後半は7時台にお送りいたします。番組では皆様からのメールやツイートをお待ちしています。メールは番組公式ホームページからお送りください。ツイートはハッシュタグすべてカタカナでサンキスとつけてつぶやいてください。オンエアでご紹介できなくてもすべて目を通しております。世界中からいろんな情報どしどしお待ちしております。以上、ジローズニュースピックアップでした。リクエストは愛知県のキスネーム山猫トマトさんからで、キャブキャロウェイミニーザムーチャーでした。なんかむっちゃ今日なんか夏メロっぽいやつ多いよ ね昭和っぽい感じがしますね。これだね、もともとのあれはね、あのボンビーロングのアリアリアリアって言うんですよ。オリオリオリオ、はいはいはい、多分これのオリジナル、これのオリジナル、うん、お、そうなんですかと思いますよ。こっから来てるってこと、多分それだと思いますよ。はい、分かんないけどでもそうだよねきっと、はい、あ、一つちょっと訂正なんですけど、はい、あのさっきの話の中で永田町駅が深いって言ってたんですけど、3つ乗り入れてる線の中で最も深いのが有楽町線。有楽町線ね、有楽町線は、ね、一番古いんじゃないかな、はい、昔からあるよね、だいぶ前から。だけどできた時にむっちゃ深いねここって当時言われたんだよね。うん、地下4階まで、ああすごくですね、深い、うん、はい、では続いてのコーナー参りましょう。続いてはエミコズアイ。このコーナーは私やジュリアさんが最近気になっている情報を毎週交代でお届けするコーナーです。はい、はい、今週はタイムカプセルについてお話ししようと思います。万博ですか。いや、万博じゃないんですよ。単にただのタイムカプセルなんですけど。タイムカプセルですか。はい、あのね、1970年の大阪万博の時に、はい、あのタイムカプセル埋めて、はい、すっごい話題になって、その後あの頃ですね、はい、小中学校の卒業式ではあちこちにタイムカプセルを埋めるのがブームだったんです。はい、あ、結構その話かもしれないです。その話すいません、はい、タイムカプセル、辛坊さんだったかな、前埋めたとか言ってましたっけ。いや、違うかな、なんか誰かがどこかで聞いた話なんですけど、その話はちゃんとしてないな。でも、はい、俺らの世代って大体小学校中学校の卒業式の時に、はい、みんなでいろんなものを埋めるんだよ。そう、埋めたんですか。埋めました。だけど俺らが埋めたタイムカプセルがその後どうなったか知りません。誰も知らないと思います。掘り返してないんですか。埋めたところも忘れちゃってると思うよ。校庭の片隅なんだけど、大体そもそも埋めた学校は、はい、私の卒業した小学校も中学校もなくなりましたからね。あっていうのは、はい、俺らの学校って6クラスだったんだけど、その後なんかすごい人数が増えて、うん、4つの小中学校に分割されたかなんかで、うん、だから私が通った小学校も中学校もないんですよ今。
その後もデパートできましたからね。デパート工事中に掘り起こされてそのまま捨てられたんだろうな。なんか出てきたって。はい。結構なんかそういうパターンが多いみたいで、なんか今のタイムカプセルは埋めずにどっかに預ける、どっかの会社に預けてっていうのが多いらしいんです。保管しててくれる、ね、保管しててくれるっていうので地面に埋めちゃない方がいいよね、はい、地面に埋めると何でも腐食するしね、はい、どっかちゃんと保管しといてくれるんだったらその方が合理的だと思うわ、はい、で、あのこれは私は知らなかったんですけど結構知ってる方も多いみたいなんですけど、うん、この間、妹が今年の成人式で20歳になったんですけど、ほうほう、それで、過去の妹から手紙が届いたんですね。あ、昔あった。昔それはあった。はい、二十歳になった私へみたいな。そうです、そうです、そうです。はい。それ届いたってどういうこと？家に届くの？家に届くんですよ。どっかの段階で、なんか、あれ、どういう仕組みだったの？中学3年生の時に、うんうんうん、みんなで書いたらしいんですね。うん、で、郵便局で預かってくれて、で、それがちょうど5年後ですね。に届くっていう。だけどね、切ないのはね、うん、その間に例えばなんか事故で病気でとか亡くなっちゃった時に、うん、その親のところで届くわけだよ、うん、これ切ないよな。切ないです。で今は、まあ、あんまり亡くなる方は昔に比べると少ないかもしれないですけど、うん、俺らの頃ってまだ白血病が必ず死ぬ病気だったからね、はい、今小児白血病って薬でだいたい9割ぐらい治るからね。今の子供小児白血病の抗がん剤ってむっちゃ効くらしい。昔ならもうとにかく絶対助からないって言ったんだけど、うん、抗がん剤効かない場合には骨髄バンクができたんで、うん、で白血球の方さえあれば移植もしてもらえるし、うん、だから昔みたいに白血病って必ず死ぬ病気じゃなくなったんだけど、うん、俺らの子供の頃って白血病は 100% 死ぬ病気だったから、うん、だから俺の同級生でも女の子2人男の子1人ちょっと確率的には高すぎると思うんだけど、うん、3人白血病って亡くなってますから、まあね、リスク高いよね。1人高校の時に全然女の子なんだけどこれはねある日突然多分脳卒中か心筋梗塞かどっちかだと思うんだけど突然死した子もいて、二十、うん、歳になれなかった子の家に届くんだよ。悲しい。これ悲しいよな、はい、でもそれは手紙を預けるサービスなんですけど、プレゼントを送るっていうサービスを提供している会社もあるみたいで、結構なんか余命宣告されてからとか結構お年寄りの方で10年後とかに、ね、そのあえてその孫に送るとか息子に送るっていうのをしてる方もいるみたいです、うん、まあ、若い人は亡くなると非常に重たいけれども、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが自分の孫のためにって言って預けるのはね、だけどそういう時に死ななかったらどうするの、うん、いいじゃん、まだ生きてる。そう、それはそれで、はい、死ななかった上にその間に関係が急に悪化してたりまあそれはそれでね、いろんなことが起きるからな、はい、それはそれで面白いじゃないですか。つきものだからな、はい、でそれでそのみんなで預けておくタイムカプセルっていうのもみんなで再会プランっていうのがあるそうで、同窓会の日にちとかものハガキとかも送ってくれるっていうものがあるらしくって。だけどね、はい、会社が受け負うわけでしょ、はい、そうするとその会社がその間に潰れちゃったりなんかしたらどうするんだろうな。そうなんですよ、いろいろ調べて結構ね、いろんな会社がやってたんですけど、うん、中にはそのリスクを書いてないところもありましたし、万が一その会社の運営を停止したとしてもその時点で受けてるものは必ず届けますっていう責任をちゃんと負ってくれるところもありました。分かんないじゃん、そんなの。いやでも書いてました。そんなこと考え出したら何もできないですよ。はい、まあそれね、人生にリスクがつきものだからね。うん、それで何ですか、妹さんは なんか来たの？妹来ました。でもなんか内容が薄すぎるってなんか笑ってましたけど、5年後ヤッホーみたいな感じで、ヤッホーどうしてる？若い時は私も分かったんだ。なんか要するにでそれ結構悲しいよね、はい、大人になってさいろいろものを考えなさい、俺15の時こんなバカだったのかって改めてこう認識しちゃうみたいな、はい、結構ねその中学校みんなで送ったんで、うん、その友達に送ったりとかもしたらしいんですけど、うん、友達からもなんか全然昔と変わらへんなって LINE が来たって言ってて、まあ、5年ぐらいじゃ変わんないよね。うん、俺逆の方向で変わったけどね、俺中学校3年生の時ってさ、はい、それこそグレタさんじゃないけどさ、はい、むっちゃ環境問題に、環境問題に自動車社会にだね、はい、
物申すみたいなこと。え、冗談じゃなくて本当ですかこれ。本当だよ。中学校3年生の時にいかに車というのが現代社会においてあの害毒を垂れ流すかみたいなことをですね、はい、延々作文にしてたことがある。読みたいそれ。辛抱少年。辛抱少年。もうあの会社就職したら、はい、もうスポーツカーブイブイ言わせながら、はい、俺ラキトだぜブイーみたいな。中3の時の俺はどこ行ったんだっていう逆を触れちゃったことがありますからね、私は個人的に。なんかそれを言うとですね、あの逆のパターンもあって、その過去の自分に手紙を書くっていうことはまあできないんですけど、東京にある自由帳っていうお店があって、でそこはあのワーキングスペースみたいなあのお店なんですけど、そこで過去の自分に宛てた手紙匿名で書くことができるらしいんですね。なるほど。でそれをウェブからもあの見ることができますし、そのお店に行くとこういっぱい貼ってあって、例えば辛坊さんだったらその中学学生の自分へみたいな、ね、いや半年前の自分に、はい、この BS の仕事は受けない方がいいぞとかそういう、はい、でそういうことを書いてで、まあ、そのこれ大丈夫ですかこれ応援したり大丈夫大丈夫自分の中のね心の整理とかにもなりますし、はい、いろんな人が読んでくださるんでね、まあ、そういういろんなねその未来とか過去とつながるというかね、そういうサービスもあるんで。え、そうですか、はい、じゃあシュリアちゃん1年前の自分に言いたいことは、なんだろう。でもラジオ良かったなと思ってますけど、私はそうですね、なんだろう、1年前の自分ですよね。言いたいこと、1年前の自分か、いいです、そんな心配かなってまだ後悔するようなことがないかもしれない、ね、そうですよね。1年前って言ったら、なんだろう、あ沈黙、言うことですか。いいよ別に真剣に考えて、そんな真剣に考えて、あの結局出てきた言葉はねきっとね、あのね言わなきゃよかったに近い。いやそんな気がします。そうだな、はい、そうだな、どんなんだよ。はい、ということで、はい、ここまでは M 子材をお届けしました。辛坊治郎サンデーキッス、この後天気予報と治郎ズセレクトの1曲を挟んで7時台はゲストコーナーとニュース解説後半戦です。お楽しみに。